はい、皆さんこんにちは。ゴーストトリック続きからやっていきたいなと思います。ということでね、今回は第12章 AM12 時25分ということで、早速いきますか。はい、誘拐犯たちは大きなミスを犯したようだ。トランクの中から現れたのは死刑囚浄土刑事の娘カノンだった。そうなんだよね、カノンちゃんがね、浄土刑事の娘だったなんてね。法務大臣氏の部屋に戻ってくると修羅場が繰り広げられていたまあ法務大臣のね、もともとは娘が誘拐された的なそういう話だったけどな。くしゃくしゃな男に詰め寄るむちゃくちゃな娘と。あー、出た出た、リンネが怒ってる。私は誘拐事件の裏側をリンネ刑事に伝えた。誘拐されたのは大臣氏の娘ではなかったこと。誘拐犯たちはかつての少女の家に立てこもっていたこと、そして彼らは私の存在に気づいてすでにそこを後にしたこと。そんなカノン、どうしてカノンなの？あの子のパパは法務大臣なんかじゃないのに。なんかというのはどうかと思うが、確かにな。どうやら犯人たちは何か勘違いをしたようだ。パパの処刑を要求するための人質があの子なんて、ひどすぎるよ。運命のいたずらというやつなのだろう。不思議なことは他にもある。犯人がアジトに選んだのがあの子の昔の家だったこと。そうだな、偶然のはずないよね。そして犯人は私の存在に気づいた。奴らは死者の存在を知っているのかもしれない。なんかね、霊感を感じるんだよとか言ってたな。どうなっているの一体。ああ、とにかく刑事、わしに近づかないでもらいたいのだが、こんな時に距離なんか気にしていられません。確かにいいですか大臣、誘拐されたのはあなたの娘さんじゃないんです。我々の話、あんたにも聞こえたはずだ。うおお信じられるわけがない。わしは現実主義者なのだ。お願い、今すぐ確認してください。お家に電話をすれば。電話なら何度もした。しかし出てくれるのだ。まあ小説の執筆に忙しいのかな。出てくれない。その事情があるのだ。人生とはおおむね事情でできているものなのだ。電話に出ないということは、つまり無事ということでは。その保証はない。この大臣もやべえな。わしは見張られている。警察を使って調べることもできん。それにもし今夜処刑が行われなかったら人質は死ぬのだ。それがわしの娘でなくとも。ヒュー、そいつは大変だ。出たカバネラ。待たせたかなカバネラさん。まあこいついつも腹立つな登場の仕方から全てが。これいらんやろそれ。法務大臣との報告がある。脱獄囚を逮捕したのでね。そうなんだよな、浄土刑事な。このカバネラが出頭させたよ。浄土がやってくる出た浄土さん、ごめんなさい。私知ってるのに、浄土さんは無実だって。それなのにどうしても証明できなくてごめんなさい。リンネ、頼む、俺に謝らないでくれ。美しい師弟愛ってやつだ。泣かせるじゃないか。おお、なんか話がめんどくさくなってきたなこれ。カバネラさん、やっぱり知ってたんですね、今夜の処刑のこと。僕には君に教える義務はないはずだよ。本当にこれでいいんですか？カバネラさんだって知ってるでしょう。ジョードさんがあんなことするはずがないって。あはははは、よしてくれよリンネ、そんなこと僕は知らない。え、僕が知っている事実はそう2つだけなんだよね。1つ、彼は死刑判決を受けた。2つ、彼はそれから逃れようとした。僕としてはさ、連行してくるしかないわけ。まあな、そりゃそうだよな。それならどうしてわざわざここへ来たんですか？まあ確かに。どういうことだい？刑務所から脱獄したのなら刑務所に連れて戻ればいいのに。確かにそうだな。ここへ来たのは手柄を報告するためじゃないんですか？自分のために。あの噂、やっぱり本当だったんですか？カバネラさんにとって一番重要なのは真っ白な経歴。友達を助ける気持ちよりもそっちが大事なんですか？言ってたね。それで白いコートを着てるみたいなね。誰にも譲れないものがある。僕にだってある。今に君にもわかるさ、ベイビー。やめておけ、リンネ。ジョードさん、俺は脱獄した死刑囚だ。これでいいんだよ。でももうその頃ちょっと大臣もこれあれやな。どうしようか。ちょっと大臣に取り付いてみるか。ああ、エイミンは無事なのだろうか。ちなみに誘拐されたレディはカノンなのだが。だからわしの頭の中で夢が話しかけるな。ちょっと待ってよ。エイミンってもしかしてお隣のエイミンちゃん？ああ、そのようだ。へえ、大臣さんお隣さんだったの？今更そんなこと言ってる場合じゃねえよ。あ、いや、妻はその何というか、さすがに家出されたとは言いにくいようだな。へえ、大臣さん奥さんに逃げられちゃったんだ。やっぱりあれかな、忙しい生活で起きたすれ違いとか。まあせいぜいそんなところだろう。だからわしの頭の中でわしの噂話をするな。いや待った、こうじゃない、大臣じゃないんだよ。こっちに行きたい。カノンの方行きたいんだけど、これ電話するしかないのか。これいけた。カノンじゃない、リンネね。私の聞いたところによると、今夜エイミン城は塾というところへ行くはずだった。あ、なんか言ってたね。悪者め、それを狙ってたんだね。ところがエイミン城は出かけることはできなかった。熱が出たために。そうか、それで代わりにカノンが。そのようだな。あの二人は年も近い。間違えられたということなのだろうな。私がカノンにあんなお使いを頼んだからこんなことに。オルゴールか。カノン、さあどうするか。あ、そういやオルゴール、なんかね、オルゴールの話あったな。これちょっとどこ行くのこれ。オルゴールがなんか公園かどっかにあるっつってなかったこれ。どこ行く？とりあえずちょっと待って、これ行っていいのか。もうやることない。でも調べるとか言っても今更水差し調べてどうなる？大臣氏の命を救った勇気ある水差しだ。さっき使い全部飲んでしまったので空っぽだ。今夜はたっぷり水を用意しておくべきだったと思うが、発作の神が気まぐれを起こさないことを祈ろう。これも調べられたなんですね。じゃあこれじゃない、これちゃう。あれ、書類が調べられんか。こっちか。薬瓶。大臣氏の命を救った勇気ある薬だ。瓶の中には2粒だけ残って、飲みすぎだよ。大臣氏によれば1回2粒飲むらしい。あと1回なら発作を乗り越えられそうだと。はい。話す。やあ、またあったな、幽霊くん。何かあったみたいだな。誘拐がどうとか？犯人は法務大臣氏の娘を誘拐したと言っている。そいつは気の毒だ。犯人の要求はあんたの処刑の執行だ。今夜中にな。あははは。知らなかったよ。ずいぶん嫌われてるんだな、俺は。まあ大臣さんは心配する必要はないだろう。俺がきちんと死ねば終わり。簡単な話だ。そんな簡単な話じゃないんです。どういうことだ？実際に誘拐されたのは大臣の娘じゃないの。カノンちゃんなんです。なんだと、カノン？私がこの目で見てきた。間違いない。そんなバカな。ちなみにジョード刑事、あの子はこう言っていた。5年前ママを死なせたのはこの自分だと。え、どういうこと？違う、あいつアルマを撃ったのはこの俺だ。今夜俺が処刑されれば事件は完全に終わる。あの子のカノンの苦しみもそれで終わるんだ。やり手の刑事さんにしてはとんでもない勘違いだな。あんたが死んでもあの子の事件は終わらない。新しい悲しみが始まるだけだ。本当は気づいてるんだろう。事件が終わって楽になるのはあんた一人だけだ。本当なんですか？かのんちゃんの言ったこと聞かせてもらえないだろうか。あんたの知ってることを。5年前の事件、正直なところ何が起こったのか今でも分かっていない。5年前のあの日、妻アルマの誕生日だった。もうかのんが凄まじいね、仕掛けで撃ち殺したけどねようあんなの作れるなっていう。2人で仕事から帰ってあいつが先に部屋に入った。バン。これよ、この仕掛けやばいだろ。まあまあママ、なんだ今の音は。俺は犯人の姿を探した。しかしどこにもいない。あの部屋にはアルマとカノンの2人きりだった。つまりはカノンだということだよ。レディはママが撃たれるのを目の前で見たわけか。そんななんてひどい。カノンは泣きながら話してくれたよ。自分が作った仕掛けがありえない動きをした。ありえない、ありえない動きだったのに想定外の動きだったってこと。あれから5年、俺は考えるのをやめていた。アルマは俺が撃った、それ以外に答えはないと。しかし今夜君が来た。信じられない答えを持って。死者の力だな。あの日部屋に俺たちの知らない力が働いていた。もしそうならば謎はもう謎ではなくなる。そしてその力を知っているやつらがいた。なるほどね。ありえない動きって言ってるから、やっぱこいつらがなんかあれだね、このセルみたいにして動かしたんだろうね。聞こえているかしら誰かさん。私あなたを感じることができるの。同じような力なんやな。レディを誘拐した犯人はその力を知っていた。こいつはただの誘拐ではない。あの事件は終わっていなかった。そう思っていたのは俺だけだったんだ。ジョードさん、夜明けまでまだ時間はある。少しはな。死ぬのならば終わりを見届けてからにしたらどうだ。ありえない動き、これが気になるな。カノンはおとなしいがなかなか手先が器用な子でね。妙に凝った仕掛けやおもちゃを作るのが大好きなんだが、あの仕掛けにはどうしてもおかしい点が2つあった。1つは当然あの銃の発砲ですね。ああ、銃は古い美術品で昔から飾ってあったんだが、レディの仕掛けにはその銃は入っていなかったわけか。そりゃそうよ、誕生日を祝う仕掛けだったんだから。そしてもう一つは天使の動きだった。天使、あの天使は回転せずにそのまま矢を放つはずだった、なるほどね。それでクラッカーでやるってことね。誰かがその仕掛けに手を加えた。そして操ったのさと。なんてこと。あの時の俺は何も考えることができなかった。とにかくカノンを守らなければ、それだけが全てだった。現場にある細工をして、そして俺は自首したんだ。何、現場の細工って。あの細工というのはもちろんあの銃だ。銃か、そういえば。あの部屋には銃ではなく絵がかかっていたか。当然だ、俺がすり替えておいたからな。なるほどね。俺はあの子の仕掛けの話が信じられなかった。しかし一つだけ確かなことがあった。あの時銃口からうっすらと煙が上がっていたのさ。じゃあやっぱりその銃がアルマさんを。俺は警察に事件を通報する前に銃を隠した。ああ、なるほどね。木の箱に入れてある刑事に預けたんだよ。それオルゴールのこと。それってもしかしてその刑事は今でもそれをオルゴールだと思っている。あの箱がそうだったんだ。俺は代わりの凶器を用意した。自分のピストルだ。そして必要な偽装をした。詳しく話す必要もないだろう。全てが終わって俺は警察に自首したのさ。なるほどね。ジョードさん、今の話本当ですよね。ああ、もちろんだ。それならばまだ間に合います。きっと間に合う。今夜5年前の事件を解決するんですよ。ジョードさんでももちろんカノンちゃんでもない。真犯人がいた。それを立証するんです。カノンちゃんのために。いいアイデアだ。お、やる気になったか。ジョードさん、リンネ、あのオルゴールは今どこにあるんだ。アシュタール公園。カノンちゃんがそこで落としたみたいなんです。あの銃は重要な証拠だ。回収してくれないか。了解、行ってきます。シセル、ジョーズさんを頼んだからね。誘拐事件を何とかして、法務大臣を味方につけるの。毎度のことながら簡単に言ってくれるなあ。行っちゃった。カバネラも行けよ。こいつはどういうことだ死刑囚君。予定が変わった。娘が誘拐されたんだ。知らんぷりで死ぬわけにもいかん。しかしね、君はこうして逮捕されてるわけだけどな。今頃刑務所では君のために椅子を開けてみんな待ってるし。そうだな、さっさと無実を証明しちまいたいところだ。さっさとかい。あっさり言ってくれるね。俺はカノンを救いたいんだ。あらゆる意味でな。それだけだよ。よく分かったよ相棒。あらゆる意味でね。さあ大臣殿、決断をお願いしようかな。今夜の処刑、このまま続けるべきだろうか。それとも重要な証拠を待って中止すべきだろうか。執行指令所は今も生きているのです。すぐに刑務所に戻ってください。執行を再開してください。なんて使えない大臣だ。仰せのままに。頼む、わしに頭を下げないでくれないか。しかもそんなに深々と。それじゃあ護送車を手配をしてもらうとしようか。よろしくね。はっ、もういちいち挙動が目につくな。護送車の準備には10分ほどかかる。今夜のあの脱獄は見事だった。この最後の10分間、きっと次の奇跡を見せてくれるのかな死刑囚君。何をするんだろう。浄土刑事のハートに火がついたのはいいが、すでについでに私の尻にも火がついたようだ。リンネが無実の証拠を手に入れたとしても、レディがパパの命が失われては意味がない。レディかパパの命が奪われては意味がない。誘拐事件なんとか解決できないか。凄腕の刑事さんに相談してみるか。凄腕の刑事、浄土に行くか。おそらく大臣さんは処刑の執行を中止することはできない。娘さんが誘拐されているその可能性がある限りは。しかしそれは事実とは違う。そいつを大臣に立証できればいいんだけどね。立証どうやって。こちらから電話をかけてもマダムを出る気配がない。こちらからね。電話は一方通行ではないけどな。どういう意味だ。家族の問題を解決できるのは家族しかいないということだよなあ幽霊くんよ。なんだろうか。正直なところ俺は人に頼るのは嫌いだ。しかしこの状況を変えられるのは君しかいない。浄土刑事、俺はこの5年間カノンのことだけを考えて生きてきた。今このまま電気椅子に座るわけにはいかないんだよ。勝手なことを言ってはすまない。俺を助けてくれないか。やってみよう。法務大臣氏に処刑を中止させる。鍵を握るのはあの親子。何か方法はないのかと。そうだね。鍵を握るのはあの親子つってるから、まあ、とりあえずあいつの家行くか。マダムのね。これで電話で、あれ家どこだっけ。マダムの赤い部屋。ここ行きゃ今さら今頃またあいつのんきに小説書いてんのかな。はい、ということでどうですかこれ。やはり思った通り寝てるな。こちらのレディは無事。暖かい布団の中か。ぐっすりやな。あ、起きた。ほほけほ。やっぱ風邪ひいてるな。殺人、処刑、脱獄、裏切り、誘拐、悲しい運命の連鎖が最後の瞬間、死刑囚の心に火をつけた。その運命を逆転するきっかけがこの部屋にある。奇妙な予感があった。今夜私が出会った運命には全て何か意味がある。きっとこの間違いだらけの誘拐事件も。なるほどね。はい、ということで今回のショーも無事クリアということで、いよいよ次なんとか法務大臣に、はい、立証することになるのかなと。まあ、今回はね、ちょっとお話のストーリーパート中心だったけどね。はい、次回以降また続きからやっていきたいかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、またね。バイバーイ。